こんにちは、ハイジーです。11月になりまして、すっかり寒くなりましたよね。僕がですね、すごく寒がりっていうのもあるんですけど、すごくなんか肌寒くて、とにかくなんかもう肌寒いですよね、すっかり。そんなわけで、今日はこちらの商品をAmazonで買ってみました。はい、こちらの箱を買ってみました。まあなかなか高い箱でしたね。あ、違う、箱じゃなくて中身買ったんだった。じゃあ早速開けていきましょうかね。こういうのはね、もうこういうのはもう男らしくビリビリいっちゃいましょうね。もう知ったこっちゃないと。早く温まりたいから、もう肌寒いからね。はい、出てきました。日本製っていうの、なんか出てこない。出てきました。さあ、今日買ったのはこちら。ホットブランケット、つまり、はい、電気式毛布でございますね。洗える毛布、ダニ退治機能付き、室温センサー付き、等間足熱配線って書いてありますね。どういう意味なんでしょうか。肌寒いから早く、開けたい、この箱。開けますと出てまいりました。はい、これをスッと、こういう感じの膝掛けね、膝掛けの先に、こうスイッチがついております。強、中、弱、切るという3段階の厚さ、ダニ退治もしてくれるみたいですね。これをコンセントに挿しまして、スイッチを入れます。ポンと。もう肌寒いよ、早く温まろう。さあ、今スイッチを入れて10分が経過しました。だいぶあったかくなってきましたね。これね、相当あったかいんですけどね、これなかなかいいですね。長さがもうこの辺までありまして、なんかでも肌寒いんだよな。なんか肌寒いな、せっかく買ったんだけどな。